それで今日はあれですよ、今日は電池がなかったという、昨日電池を充電するの忘れてたという、最近で懐中電灯とかに電池使って電池が少なくなってる、また購入しなければいけないですね。懐中電灯、高尾山のあの南のところにまたあれだということで、今日見つけたのはあれですよ、あの国土地理院が出しているあの地形図があるじゃないですか、あれ図書館にもあれ5万分の1ぐらいあったんですかね、よくわからないです。あの2万5000分の1の地形図がすごくいいって、あの登山道も歩道として書いてくれてあるって、まあ、でも登山道の本なんか山の上にあるでしょ、あの将軍社の登山の、だからみんな知ってるというね。でもなんかあれを見るとやる気がなくなるんですよね。なんかこれだけみんな知ってたらもう行く気がなくなって、あのピンクのあれになってるし、それが狙いなんでしょうかね。それやる気をなくして登山させなくして、それで安全性を保つように行くなと言ってる、言われてるみたいですけど、もうみんな知ってるという、まあ、国土地理院のあの登山のあれがあのインターネットで見れるようになってて、買えるようになってて、まあインターネットでダウンロードも閲覧できるっていうから、それこもしかしてダウンロードできるって、ダウンロードじゃない、印刷できるかもしれないというのを、今日あのブックオフの池袋店の、ピークスさんじゃなかった、なんとかなんとかヒロシさんが出てましたけどね、ヒロシさん、タレントのヒロシさんでに載ってましたけど、あの国土地理院の2万5000分の1をちょっと見てみましょう。皆さんも見てみてください。あれ印刷できるかもしれないって、あれが一応あれですと、登山道とか歩道が点々点で書いてあるという、5万分の1には書いてないかもしれない。純駆動に行ったらいっぱいあったんですけど、あと昔のマップルっていうのが、将軍社のマップルさん、昔のマップルっていうのは登山道まで書いてあったんですよ、点々点で。今書いてないでしょう、マップルの、なぜか知らないけど、危ないからかもしれないし、何なんでしょうね、責任取らされたくないという、登山より自動車の方がいいという、ことかもしれないですけどね。でもよく見ると白い、林道ぐらいまでは書いてあるんですね、白い細い線で。登山道までは、どうだ書いてないのもある。まあ、登山道の書いてある地図なんかいくらでも売ってますけど、ね、それは僕は買えないというね、1000円だから買えないという、高いというね、今日も予算2000円でしたけどね、一気に170円で、170円で新宿に行って、390円で高尾山口まで行って、帰り相模湖駅まで行ったから、なんと970円も帰るのにかかったという、ね、それでジュースもコーラでしたけど、めっちゃ喉乾くし、捨てる瓶の捨てるとこがなかったんで、持って帰ろうとしたら、あ、これはトイレの水をちょっと入れて、もう2瓶ぐらい水持っていて、それがありがたかったですね。あの水、トイレの水入れるためにペットボトル持って帰らせるみたいな。言わないですけど、下品って言わないですけど、ありがたかったですね。あの、ゴミ捨て地蔵、ここが発祥とか書いてありましたけどね、なんとか大だ、一丁大だとかね、ということで、まあ、とにかく2回ぐらい焦げたんですよ。乃木坂さんの曲をかけて、バカにしてたら罰で、まあ、それで動画1本とか、消えたという、それで足くじいたりして、やっぱあの運動神経というか、あのトレイルランニングじゃないですけど、トレイルもあの電車でしょ。僕もあの 100% 本気で登山してるわけじゃないですし、あの電車の距離を稼いで、その間に、ちょっとだけやろうっていう、まあ、登山登れる山いっぱいあるんですけど、僕あのバスで行くのはすごい高いんですよね、今日はロープウェイ乗らなかったですけど、稲荷山
道路っていうのを通って稲荷山途中で400メートルぐらいの通過して、まあそれもベッチ登山動画さんっていう YouTube の一番量が多い、何時間もやってるベッチ登山動画さんの今日今朝稲荷山の高尾のあの道を見てちょっと勉強していったというね、ちょっとどんな感じかな、それで勉強になったという、あの方は影のブーさんまで行ってましたけど、僕はそこはあれですから、東海なんとか林道っていうのがずっと名古屋の方、大阪の方までつながってないかもしれないですけど、あるんですよ、なんか奥の細道みたいな。それを通って相模湖駅まで行ったって、この間も行きましたけど、相模湖のほとりにあるカフェで資料を置いてきましたけどね、アヒルのボートがあるという、あそこはいろんなブラックバスとかいるんでしょうかね、なんか釣りの人でワカサギみたいなの釣ってましたけどね、ワカサギこそはなんかワカサギしかいない、ね、赤城の大沼みたいに、大沼と書いて大沼と言うんですけど、赤城の大沼のワカサギみたいに、ワカサギ見て、この間台風の後だったかどうか知らないですけど、湖面が茶色になってましたけど、湖面って湖みたいに言いますけど、あれダムを今日見ましたね。ダムでせき止められた人工的に作った湖なんです。湖の手、川をせき止めたんですよ、要は。貯水池みたいなもんですね。まあ、都心にかかる、まあ、昔の地図見ると滝沢ダムとか載ってないですけど、建設中って書いてありますよ、まあ、滝沢ダムは昔から建設予定あったのは事実らしいですけどね、昔の地図に見ると秩父の奥の中津かなあたりにあるんですけど、まあ、かなり前から計画があったという、だから相模湖も、まあ、ダム、湖、都心の、水供給、水需要を枯らさ、止めないための、水を枯らさないための貯水的なのがあったという、まあ、あれで村が一つなくなるとかいう話ありますけど、その昔のことは分かりません、まあ、今日ダムを見れたのもまあ良かったですね、でもダムも重要だという、まあ自然もですけど、自然もいっぱい見れて、ダムも見れて、資金は2000円でしたけどね、2000円ぐらいの価値はあったかなと、金儲けはできるかなと、ね、勉強と金儲け、その結果結婚につながるかもしれないというね、登山は結婚のためだという話もありますけどね、ビジネスと金儲け、あと純粋に自然が好きっていうのがありますね、やっぱ僕は自然のサイエンス的なのがあるという、岩とか鉱山とかね、岩の地形、あと憧れがありますね、心臓が強い人への憧れ、僕今まであんまりやってなかった、心臓が弱いっていうか鍛えてないっていうね、日頃デスクワークですから鍛えてない、でもどっちが辛いかといえば、分かりませんね、高尾山に行く最後の坂道なんかめっちゃ辛かったんですけどね、でも1時間ぐらい着いたんですよ、予定時間90分って書いてありましたけど、割と1時間ぐらいで余裕シャクシャクで高尾の山頂まで行きました。僕はまあ昔から子供の頃から山登りしてるせいもあって、それの割には43歳で初めて高尾山に登ったって、高尾山があるのも最近あんまり知らなかったですけど、まあ僕は山口生まれですから山を応援するっていうのがある、あとは、これはまあ青臭いんですけど、まああの辺の田舎を、田舎って言ったら失礼ですけど、田舎にお金を落として活性化させてあげようという、こんな王兵ですからね、活性化してもらいたいというね、登山道、まあはっきり言ってあんまりそんなレベルの高いサイエンスじゃないと思いますけど、素粒子の研究に、ただ天文とか僕絶対できませんからね、設備がないから、まあ、天文学者東大に入って
土井くんみたいに東大の土井くんみたいに東大の博士号まで取って国立天文台から JAXA かなんかに行くまで絶対無理ですからね。うん、それは諦めるという、まあ、やろうと思えばやれたんですけどね、まあ、そこまで天文が僕はそんなに好きじゃなかったという。天文なんか僕小学校の頃全然興味なかったです。何の興味もなかったです。僕望遠鏡買ったこともないですね。黒髪君っていう人がいて、その人が天文ガイドとかよく持ってましたけど、ね、道野君とかとよく仲良しでしたけどね、トップガンのカンペースを持ってましたけどね、トム・クルーズの。黒髪君のお兄さんはあのうちの 兄の代の生徒会長やっていて、黒髪君はあの神社の息子で、神社のせがれというか、神社のせがれで、まあ長男さんがいるんで、跡取りじゃないんですけど、まあ、九州大学の理学部か、九州大学の理系に行ったという、黒髪君は徳山高校の理数科っていう、超難しい、偏差値70ぐらいあるとこ、中学高校で行ったんですけど、まあ、徳山高校の理数科は、石津先輩とかね、九州大、九大医学部、あと倉住さんも、東大の文学、教育学の博士かなんか、博士かどうか知らないし、あのいつも言う倉住さんとか、理数科で偏差値69か70ぐらいある。足立さんも理数科だったかもしれないです。お茶代行って。まあ、優秀なんですけど、うちの兄は普通科でしたけどね。普通科だったけど、ちゃんと正規の試験で、